メノトは源氏の手紙を一緒に読んでいて、人間にはこんなに意外な幸運を持っている人もあるのである。惨めなのは自分だけであると悲しまれたが、メノトはどうしているかということも奥に書かれてあって、源氏が自分に関心を持っていることを知ることができたので満足した。返事は数ならぬ三島隠れに泣くたずを、今日もいかにと問う人ぞなき、いろいろに物思いをいたしながら、たまさかのお便りを命にしておりますのも、はかない私でございます。仰せのように、子供の将来に光明を認めとうございます。というので、信頼した心持ちが現れていた。何度も同じ手紙を見返しながら、かわいそうだと長く声を引いて独り言を言っているのを、夫人は横目に眺めて、裏より遠地に漕ぐ船の、かっこ我おばよそに隔てつるかな、かっこ閉じる、と低く言って、物思わしそうにしていた。